こんばんは大好きシーサイド始まりました第13期シーサイドイメージガールの宮本奈々穂ですそして本日一緒に番組を進めてくれるのははい皆さん初めまして第14期シーサイドイメージガールの桃井美鈴ですはいというわけで今日は先日発表された第14期メンバーから桃井美鈴さんが初登場ですでは軽く自己紹介お願いします <laughs> はい 改めまして、皆さん、はじめまして。えー、この度、十四期シーサイドイメージガールになりました。えー、ミスこと、桃井美鈴と申します。皆さん、よろしくお願いします。お願いします。はい。 私ですねちょっと普段クレスチェンって名前のアイドルグループでも活動を行ってるんですが、はいどなんとまあ小さいでイメージがあるさんにも選んでいただきまして、これからたくさん皆さんにお台場の良いところでしたか伝えていけるように頑張りたいと思いますので皆さんよろしくお願いします。えあだ名はミスです。はいミスズなのでえなんて呼べばいいかな。ミスって呼んでくれるとすごく嬉しいです。じゃミスっ呼びますこれから。ありがとうございます。 おいくつですか？おそこ突っ込んじゃいますかいきなり。いきなりですね。まあ20、20ちょいです。20ちょい。20ちょいでこに合っとしまっして。そうですね。緊張してますか？ちょっと緊張してます。なんかすごく年上なんですけど、優しい姿がね。ありがとうございます。懐かしいなって思いました。私もちょうど1年ぐらい前に初めて出たので。そうですよね。それではちょっと。 早速なんですけど、はい、番組インフォメーションをミス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 にお願いします <laughs>、まあ、ありがとうございますはい、ではですね、こちらしますはい、この番組ではですね、えー、毎月25日発行のこちらのフリーペーパー東京シーサイドストーリーをもとに、私たちシーサイドイメージガールがお台場や臨海地区のイベントや、えー、ファッショングルメなどお得な情報をたくさん皆さんにお届け,する、えー、お届けしてます お伝えしてます。失礼しました。うん、<laughs> はい、そして東京新ーサイドストアリーとはですね、えー、お台場臨海地区の情報を紹介している産経新聞社発行のフリーペーパーでショッピングや、えー、グルメ、イベント情報がたくさん載っています、はい、ワンガーエリアのマップとかでもですね載っておりますのでとっても便利なものとなっておりますそしてこちらのフリーペーパーなんですけれどもお台場地区の各施設ですとか、うん、臨海線、ゆりかもめの各駅などにも置かれております そして、お台場に来た際はぜひ皆さんお手に取ってみてみてください。そして、えー、またですね。iphone アプリ、えー、お台場エンジョイアプリがリリースされております。はい、こちらですね。うん、はい、そしてですね。お台場の、えー、こちらがお台場のショッピングやグルメ情報、そしてさらにはイベント情報を見ることができます、えー、こちら iphone を持っている方はぜひ、えー、お台場エンジョイアプリを登録してみてください。 じゃあえっと、アップルストアでお台場とアルファベットで検索していただきますとこちらのアプリ出てきますそしてお台場テレビもですねスマートフォンアプリがリリースされました、えー、こちらは iPhone とあとアンドロイドのアプリもございますのでこちらもですね実際こちらがありますだけこでこちらもぜひ皆さんダウンロードしてみてくださいどちらも無料のアプリとなっております、はい、そして番組内でですねイベント情報やお店を 紹介を出しますので、インフォメーションしたい方はぜひお問い合わせください。こちらお問い合わせはですね、アドレスシーサイドアットお台場 tv.jp までメールをお願いします。はい、ありがとうございました。可愛、はい、い,い声ですね。いやいや全然そんなそんな,なん私と全然違う。 私、私、い,い,ですね、い,やいやいやいや、そんなそんな、ちょっとなんかアニメっぽい声ですね。あそれでもよく言われるんですけど、<ー>結構嬉しいんです。私、さすがアイドル。の声可愛 <laughs> い,い,い。ありがとうございます。それでて。はい、ちょっと私からも。はい。総合ニュースを。ぜひぜひ。お伝えしたいと思います。はい、<laughs> それでは、今週の、さあ、総合ニュースです。 はい、12月26日までクリスマスキャンペーンを実施中ですご契約をいただいた方へフリーレント2ヶ月ただし教育費は除きますまた特定区画をご契約の方はさらにフリーレント1ヶ月2014年にご契約いただいた方へは忘年会新年会引っ越し祝いでご利用可能なお食事パーティー券10万円分プレゼント65平方メートル以上の方へは15万円分です ご来場特典としてカフェチケットオリジナルボールペンをプレゼントいたします詳しい内容はお問い合わせくださいお問い合わせ先はザ・双方インフォメーションサロン電話番号は0120-957-227平日は11時から19時までやっておりますメールアドレスは i n f o a o m i s o ク双 o m e m b e r c o m です最新のキャンペーン情報はザ・双方のホームページ http://www.the-soho.com/ でご確認ください。それでは、はい、シーサイド地域のイベントやお得情報の紹介です。今日はこちらのシーサイドストーリー12月号からご紹介します。はい、じゃあねどうしようか、はい、どうしましょう。じゃあ私からまず一つ紹介したいと思います。すね、いますはい。 ね、はい。1, <は>、はい、1> <laughs> 一つ目「じゃじゃんアクアシティお台場」で行われているクリスマス抽選会というイベントをご紹介します。でレシート対決案は12月13日の土曜日から12月24日の水曜日まで抽選日時は12月20日,今日ですね。そうですね土曜日から12月24日の水曜日まで日時は11時から21時まで。 会場はメディアージュ3階サンマルクカフェ横でホテルペア宿泊券などが当たる抽選会を開催しておりましてもうさっきレシートって言ったんですけど先に言っちゃったんですけどす、ね、税込み3000円合算もかですにつき1回のチャンスがありますので、はい、3000円以上のお買い物をした方はぜひメディアージュ3階にて抽選会に行ってみてください。 ということで、なんかね、ホテルのペア宿泊券とか、豪華な。そうですね。券も当たるそうなので。これはクリスマスだったら嬉しいです。ねそうですね。ぜひ、ぜひ、ぜひ、皆さん行ってみてください。じゃあ、一つ。初、初紹介。初紹介です。緊張して、かみかみになるかもしれないんですけど。じゃあ、私から同じ、同じ場所なんですが、アクアシティお台場の。アクアクリスマス2014 きっと伝わる音と光のベイサイドクリスマスというイベントを紹介したいと思います。こちらえ期間がですね、12月の25日の木曜日まで開催しております。え時間が11時から23時までとなっております。でこちらの場所なんですけれども、まず2つ項目があって。 アクアファンタジーというイベントと、うんえー、アクアラブドームという場所,場所というかまあイベントみたいなものがやっているんですがまずアクアファンタジーというものがですねアクアシティお台場の3階アクアアリーナにて行っているんですがこちらが海の底から上がってくる光の泡をイメージした高さ約7メートルのツリーとアーティスト吉川五右衛門さんにある海の、えー、生物たちのスポンジアートがコラボレーションしたイルミネーションを展開しております。 海底の世界をイメージした音楽に合わせて光の小ョにが繰り広げられてまるでイルカですとかクジラ神などの海の生物たちが <laughs>、えー、泳ぐ深い海の中にいるような幻想的な癒しの空間が体感できる場所となっております。 そしてもう一つアクアラブドームということで、えー、3階の女神のテラスにあるんですけれどもこちらが自由の女神とレインボーブリッジを背景にベストショットが撮れる最高のフォトスポットとなってあります。<ー>こちらちょっとぜひクリスマスデートにいっていただきたいですいい、ね。これアクアファンタジー もういいね。なんか水水族館、水族館的な感じだね。そうです。なんか手作り水族館みたいな。手作り水族館イルミネーションみたいな感じだね。でもイメージ的な絵が書いてあるんですけど、これがすごいいい感じにこちらですね。この釣りますかね。ちょっとちっちゃいですかね。映りますか。あ、ズームしてくれます。してくれます。ぜひぜひに。なんかキラキラしてるしね。そうなんです。このイメージだけ見ると。 すごい行きたいなっていうような感じしますね。すねこれは楽しそうなイベントです。コメントが来てますのでちょっと見てみますか、はい。ありがとうございます。おミスとか<あ>すごいミスってファンですか？ううこの方よく現ライブとかにもいらっる方かですね。すごい待ってね。はい。 ミスだってありがとうございますついに十四期が登場かそうですう初登場でございます初登場ですよろしくお願いますミスズさん,みすずさんはじめまして一、はい、年間よろしくですあありがとうございますこの方もイメージがあるのなんか、はい もう神神っていうの神すごいの神みたいな感じなるほどねミージカルの神すごいすごい方ですよろしくお願いしますすごい全部把握されちゃうすそう七宝アイドル活動しないのかっていうしないんですかやえええでも絶対人気出ると思います本当ですかなんかあんまりアイドル界に居なそうなきゃな本当にそうなんです可愛くてなんアイドルねでも私アイドルすごい。 好きななんですんか好きなアイドルさんとかいらっしゃるのえんだろうなんかね高校ぐらいの時もう当にアイドルになりたくてほ本当になりたくてでなんだろう中3ぐらいもともとはモーニング娘。が好きだったねちっちい時に。で中3ぐらいからモーニング娘。一回ちょっとやめてああやめるっていうか一回落ち着いてちょっと冷めて。 もう A.K.B. 超好きで時代的にそんな感じですよね。もう C.D. とか超買ってた。あ、そうなんですか。結構じゃあ高なんかなそうそうそう。すごいそう A.K.B. ね。でも最近ねちょっとね人数多くなりすぎちゃってちょっとついていけない。ちょっと六百人ぐらい出してる楽曲を聞いて、もうねちょっついていけないんだけど。そうです。私も最前の方しかちょっとそうそうそう。でもねすごい好きだったの。あとなんだろうね。 なんだあれとか好き私ねフェアリーズとか結構あフェアリーズさんいいですねダンスうまいしまだ私、た二枚目ぐらいのシングルでちょっと一回あの知識が止まってるんですけど知識止まっ <laughs> <laughs> デビュー曲とかすごく好きなそうそうそうね可愛いや可愛らしいえなんか好きなアイドルとかいますか、はい、あ ちょっとなんか私結構ち、まあ、あれ、言葉がありますけど、ちょっと近いので、最近は、現場に行くことが多くて。あの最近、四月、今年の四月にメジャーデビューした、ラブリードルさんってアイドルさんがん。あ、なんか聞いたことあるかも、あの愛する乙女,女って感じで書いて星が入ってるっていうのが。あ、で、その方々のライブを見て、私アイドルになりたいって。思ったんです。なん,なんで、あの方々がずっと今も好きで最近も。え、じゃあ、さ、今アイドルやってるじゃん。はい。ライ、アイドルのライブ、自分アイドルだけでよく行く。はい、よく行きます。たまに、だから、そのアイドル現場。 とか、ね、なんでいるのみたいなね私もさちょっと行ってみたいんだけどさ、うん、なんかちょっと勇気が出なくて一人だと確かに結構さ女の子いるかなみたいなあたまにいらっしゃるんですけど結構もう慣れてる方結構あそうなんだやっぱり私は端っこの方かもあ 走り乗ってる感じそうだからちょっとさ何だろう不安でなんか現場には行ってない CD だけ買ったりとか甘えしてたけどあと一回行っちゃうと結構復帰出ますね人からみたいな感じで一回行ったら慣れるからみたいなそんな感じですじゃちょっと今度行ってみようかなあっ よももっていうコメントが入ってますよ。あたなんでかももいって呼ばれることがあってあと何で呼んでって言ってるのにそのそのももってメンバーに呼ばれ一人呼んでくる人がいてその人のファンの方は全員私ももいって呼んでるよ。えでもさ私さ最初にももいミスズって見たときにえすごい可愛い名前だ本当ですか？本名ですごい可愛い名前だね。ありがとうございます。芸名かなって思って ももいって確かに呼びたくなる。あ本当ですか。うん、いやミスがいいです。<laughs> <laughs> じゃミス。はいぜひぜひ。ミスちゃん。ありがとうございます。じゃあ次は私。はい。そうですね。なんだっけなあ。私はじゃあ次はビーナスポートのイルミネーションを紹介したいと思います。いいですね、はい。とフラッシュエアーかけるスノービッシュ2014ということで期間は12月1日の月曜日から。 12月25日の木曜日クリスマスまでですねやっております時間は平日は15時17時19時で土日祝日と12月24日のクリスマスイブと25日のクリスマスの日は13時15時17時19時とあの,あのやるね多くなっております<ー>そう増えたで場所は2階の噴水広場で噴水広場に真っ白な雪が舞い降りる大人大人ん これあ違う。すいませんね大人気でしたすいません大人気の公設イベント開催東芝の写真を無線で送れる SD カードフラッシュエアを使ったオリジナルプロモーションも展開予定ですこんな感じでこれすごいですねすごい光がすごいかわいいキラキラして光の雨みたいな感じになっておりますいい表現ですね光の雨本当にそんな感じ今自分でもすごいいいと思ってそすは コメントいっぱい来てますね今日めっちゃコメント多いミスのファンじゃないですかありがとうございますめっちゃありがたいですすごいこっち行ったで出るよってね宣伝。全然どんどん宣伝してくださいありがとうございますたくさんの人に見てほしいんねそうですねぜひぜひ見てほしいですじゃあミス二つ目いっちゃいますか私ですねデックス東京ビーチという場所のですね お台場イルミネーション夜景開催中というイベントをちょっとご紹介したいと思いますこちらですね、えー、点灯日時が11月の13日から、えー、通年で時間が17時から24時まで点灯しております、うんえー、今年の d e x ス東京ビーチのイルミネーションはさらに、えー、去年よりもですねバージョンアップしていて3つのコンテンツでお台場の夜景を彩っていますそしてイリュージョンドーム こちらが人の動きを感知して映像に反映しトンネル型の壁面から床面に至るまで360度映像を投影するアジア初の屋外参加型プロジェクションシステムというか楽そうですが言葉にするとすごい壮大なイベントですそして「大場メモリアルツリー」ということで高さ約2 0ルのあこれ生麒麟ですかね生の木です 正規、ええ、待って、漢字が読めない書き。生の木と書いて、正規と読みます。これ、ちょっと、これ難しいですね。難しい、難しい。としては、都内、最大級の台場メモリアルツリーを中心にした。全長二百メートルに広がる樹木を、約二十二万球の光が、積み込みます。そして、ハート型オブジェ。台場メモリアルツリー、都心の夜景、レインボーブリッジを、ワンカットで撮影できるスポットです。 私は二人でボタンを押すと、うん、ハートに光が点灯するのに加えて<ー>バックの樹木がまるで森が躍動しているように表情を変える <laughs> これどうなんだろうねこれなんだすごい表現ですね二、ね、<laughs> 人でボタンを押すとデートスポットって感じですねさらに森がもう<ー> <laughs> なんかちょっと想像が難しいんだけどすごいですねこれ,これはぜひねでもちょっと行ってみてほしいですね,ねこれだって まさにこれでした。これだってすいませんです。これはピョンって点灯するとこれが光るって。これが躍動してくれるんですかね。すごい。行ってみたいね。ぜひ私もこれ行きたいです。じゃあちょっと二人で行きまいいですこのポーズこのポーズ撮りましょう。二人で行きます。そうですちょっとなんかお台場も結構イルミネーションここだけじゃなくてさ私がさっき。 紹介したのも、まあ、イルミネーションなんですけど、たくさんイルミネーション。やってますよね。さすが、ねね、お台場ですね。ねそう、だから、ダイバーシティとかでもやってるし。うん、アクアスティでもね、さっき紹介してくれたけど。うん、ね、うん、アクアファンタジーもあるし、うん、ベイサイドイルミネーションとかいっていっいでです、ね。いっぱいガンダムと。あるので。いっぱい。デート。デートかな、やっ,ぱやっぱお台場のイルミネーションのクリスマスはデートですよ、ね。はまあ、で、で。そうだよね。<laughs> それはデートですねなんか本当ザデートスポットって感じですね去年も今回なんかデートスポットがすごいいっぱいのってい、ね、る、ね、イメージが確かにいいなイルミネーションね <laughs> イルミネーションいいですねぜひ誰かと <laughs> そうですね誰かと行ってみてください思いが通じ合ってる人がいるならば <laughs> 思いが通じ合ってる人がいるならばね <laughs> <laughs> いただきたいですなんか。 生木って読むらしいですよ。生木正木じゃなかった。ね。ありがとうございます。あり,ますありがとうございます。私漢字弱いんです。すみません。そう、七方大人げって言ったか。そうなんです。私なんかさっき大人気を間違えてなんか開業 <laughs> ねこれ開業そう,そう言い訳をすると開業されててすごいねこれ読みづらかったんですよ。木 <laughs> だけ別にこうなってます、ねそ。そうだからあれって思っちゃったっていう言い訳。<laughs> 確かに今のアイドルグループ多すぎてついていけないあ、そうですね、すごい自分がアイドルやってるくせにちょっと言うねって感じですが本当多すぎてちょっともうてかまずさ、そのアイドルのグループんアイドルこれどういう意味だろう私さっき AKB はその AKB の人数が多いって言ったけどさアイドル自体がいっぱいいない今もう今すごいですすっごいいっぱいいるよねたださ、後藤ごャ地アイドルさんとかっていらっしゃるじゃないですかあの、もう都道府県に1個っついるってことはつまりもう47人いるってこじそうだよねそっかそっかその時点でまず そんないっぱいいるんだもんね。そうですよね。昔はこんなにアイドルいなかったですもんね。なんかホームスがアイドルみたいなそういう感じでしたよね。結構本当にこうこういう風にいってるアイドルが一人いるって感じ。一人って一人グループなんかこうピラミッドみたいな感じですか結構。ちょっとちょいちょいっている感じですね。今ね。全然もう名前聞いてもわからないです。あそんなこといらっしゃるんですね。たくさんいてらっしゃる。じゃ。 こんな感じでアイドルトークちょっと後でしましょうぜひ、ね、楽,楽しいです <laughs> じゃあ私は三つ目ホテル日光東京のアフタヌーンティーこれは恒例ですねアフタヌーンティー,ー,ティー毎回クリスマスアフタヌーンティーということで<ー>フランスのブッシュドノエルやかわいいジンジャークッキーなど世界のスイーツでハッピークリスマスお友達同士や母母子 母子でのプ,プーチークリスマス会にもおすすめです期間は12月1日の月曜から25日クリスマスの木曜日まで時間は12時から17時で料金は紅茶またはハーブティーまたはコーヒー付きで1名様2800円土日祝日は3100円になりますグラスシャンパーニュまたはシャンパーニュカクテル付きで1名様3800円 土日祝日は四千百円になります。土日祝日はさらにフレッシュフルーツティーも付いています。ということで、ちょっと値段を高めなんですけど。うん、でも可愛い,いですね。うん、可愛くて贅沢なクリスマスを、ね、おしいですね。とってもクリスマスなので、ちょっとぐらい贅沢にしても。そうですね、うん。いいんじゃないかということで。ぜ <laughs> ひ <laughs> ぜひ。ぜひ

男性の方でもまあいいですよね男性の方これを見て喜んでる女性が見たらきっ, <laughs> きっと嬉しいそれ,いい,か <laughs> それいいと思いますじゃあカップルでぜひ,ぜひで見てください見てください。じゃあ私からもちょっとまたご飯系がちょっと続くんですが、うん、東京ビッグサイトですね、えー、こちらにですねアルポルと東京ビッグサイト店というお店があるんですが えー、クリスマスマ期間限定コースがやっておりまして、うんうん、12月20日の土曜日から12月25日木曜日のクリスマスの期間限定で、えー、限定ディナーコースをご用意いたしましたシェフ厳選素材を贅沢に使用した本格イタリアンコースになっております華やかな夜景とともに素敵な夜をお過ごしくださいということで今日からやってるクリスマス限定コース結構。 ちょっとお値段もあれですが豪華だった感じ。うん豪華すごく豪華。イタリアン,リアンこれはイタリアンですね。そうですね。すごいです。美味しそう。テレビのドラマとかに出てきそうなクリスマスメニュー、ね。すごい美味し, <laughs> しそうですいいこれは食べたい。やっぱクリスマス美味しいもの食べたいですよ、ね。そうですね。うん、と私とかチキンしか食べたことない <laughs> イメージです。 私もどうだろうなんか私いつもだって家帰ったらケンタッキーのフライドチキンあるそうですよねケンタッキーに入キてたらケーキかなみたいなうそう。いつもケンタッキーなのに行かないのかなって私でもちょっと前までコンビニのミニストップでバイトして自分が口を入いて付き合約しておいて家に持って帰るいいいねっね。ありました。 ミニストップかそうなんですコンビニミニストップ買いた美味しい美味しいですよそうなんだ最近でもしやめちゃったんでちょっとあそうなんですか味が改良されてたらからないしそうなんだそうなんですよコメントがまた外内アイドルも入れたら手に負えないですねそうですね手に負えないアイドルは恋愛禁止なのですって恋愛禁止ですもちろん恋愛はしてないんです禁止ということでそうなんですねダメなんですやっぱり あ、もう、恋愛してる時間がなくて。もう<ー>、<laughs> そうですよね。ね忙しくて。いいんそんなね。そうでねあれですよね。ねペルソナ。 ペルソナの謎解きした時のイルミネーション見たの謎解き私は謎解きアイドルなので何それあのなリアルダッゲームっていう謎解きのイベントがあるんですけどまあそれは公式アイドルをやってるので結構ファンの方もだから謎謎が好きな方なんで謎解きとかもうもう初が謎なんですけど謎が好きなんだそうです前お台場で謎解きのイベントやってたことが実はあって聞いたことあるその時に見たみたいなそうなんだっへえそれのアイドルそうなのあそこではないそことはまた別 謎な謎だ謎の団体がある謎謎なんだね <laughs> <す>面白いへえそうなんでも見てらっしゃる方もいたうんですね面白い<木>すごいす、ね、ということでいいその他にもたくさんのイベントがお台場では予定されているのでシーサイドストーリーこちらですね。 ち,ちょっと待って、表紙が出てこない、<laughs> 表紙が出てこない、<laughs> こちらのシーサイドストーリーを参考にお出かけください。ご紹介したイベントの最新情報は各イベント主催者や各施設のホームページ等でご確認ください。<laughs> ということでですね、はいさて、これからは、これから、これか,ここから、ね、ここからここからは、はい。 イメージガーージのコーナーですイエーイ,イ,エーイということで今日は14期メンバーってどんな子っていうことで私がいついいつかミスに質問しますので正直に答えてください。はい頑張りますということでですねちょっとここが今日の目玉なんです。分、はい、かんないけど私目玉にしないと。そ<う> <laughs> まああれですよね。さっきの自己紹介じゃまだもちろんちょっと足りないということで。足りなかった。ちょっといくつか。あはい。基本的なことまずいいですか。はい。出身はどこですか。出身はですね神奈川県の横須賀市です。あ横須賀横須賀です。あそうなの出身からも横須賀なの。そうなんです。あ生まれたのは埼玉なんですけどもう生まれてすぐ引っ越してきたので、多分横須賀海の町です。 横須賀なんかありますかといい,いいところ海って言ったけどああ海とか海とか特徴的な特徴的でもやっぱ海と山に囲まれてまあ漁船がすごいの結構家から海近いんです、ね、あ全然近いです実家からだと歩いて 頑張れば五分とか、いっちゃうくらい。そうなんです。時々こっちのこの東京出てきて、出てきて、あのおし、お話しする友達とかに。海五分で行けるんだよって言うと、え、私的な海なんてもう遠征だしみたいなこと言われると。田舎なんだ、うちって。ってすごいそうだね。私も。え、五分で海って。結構すごい。本当ですか。そうなんだ。じゃ。 えじゃあ海には昔から馴染みがある感じですか。そうですね。もうよく夏はもう海行勢みたいな<ー>。海行<高>勢、<laughs> 海行<高>勢<生> <laughs> みた感じで,いいで、ね、楽しく遊んでました。そうなんだ。はい、では次、次 <laughs> は次とか言って。はい。そうですね。じゃあ特技趣趣あ、趣味、特技、趣味ください。ああなるほど。趣味特技。あ特技はでも謎解きって言っとかないとちょっと。 え謎解きっていついつするんですか？何のタイミングで謎解きするんですか？その脱出ゲームってイベントを毎週末とかに開催しているので、それが謎解きのイベントなのでそこに行ってまあチケットとか買って行くんですけど、これまあ謎解い解いて脱出をするっていうゲームが行われるんす。どんな謎？例えばあじゃ一個例題出しましょうか。お私ちょっとお解いてみてください。ぜひこれご覧の皆さんも解いてみてください。そうですねはい。 はいです、ね、ですか。言葉でじゃあ考えてくださいね。はい、えっとイカがお腹に三と書いて逆立ちをしてます。うんうん、これはどこを表しているでしょう。へ？イカが三とお腹に書いて逆立ちをしています。<laughs> 何それ。これはどこを表しているでしょう。角角的な。お。フリフリップ的な。フリップ的なものが素晴らしい。<laughs> ありがとうございます。<laughs> え、これ何書いた方がわかりやすい。書いた方がわかりやすいかもしれないです。こちらご覧の方もぜひぜひ考えてみてください。お腹にんと書いて逆立ち、はい、そしてお、お腹にさって書いたいくが逆立ちを。してます。さあ。カメラの前の皆さんも、えー、カメラの奥でカメラを撮ってくださって、あなたも。解いてみて。あなたも、あなたも、解いてみてください。じゃあ、じゃあ、あと一分、あと三十秒にします。えー、ちょっとえ。え。 お腹にさんお腹にさん,にさんっていうワードがちょっとヒントっていうかきっかけ引っかけ何かあれですね。お腹そ、ね、ちょっと待ってね。<laughs> <腹> <laughs> 謎なものが。ね、えお腹にさんお腹にさんです。これちょっと言葉遊びに近いですかね。分かったらぜひ皆さんもコメントに書いてみてください。うん。かいかです。

カン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 かわかんないわかんないわかんないです全然なんでなちょっとじゃあ答えわかった方コメントあじゃあコメントそうですね見てみましょうかじゃあぜひ皆さんコメント書いてみてくださいせーのじゃーん待ってあ誰もまだ書いてない誰も誰もまだそうですね書いてないですじゃ答えは先に書いておきましょういいえ全然 こちらの今のの今出ししたた謎の答えはこちら関西でなぜ、はい、かと言いますと、うん、皆さんまず「イカ」ひらがなで「イカ」って書いてあげて、うん、お腹なので真ん中に「3」手入れてあげます。でこの「イカ」が逆立ちをするので逆さまから読んであげるとこう読みます。な,ね、なんで「関西」ね、だからこれは関西を表す謎になってるいの。えー

いいですね楽しいすごいですねえそういうことをやってます謎解きか趣味とかありますか趣味もまあ謎解きなっちゃうんですけどでもあとはさっきアイドルさんのライブ行ったりですとかカラオケ行ったりとかカラオケか一人で行ったりする行きますああ私も行くあ本当ですかたまに行くいいですね人からすっきります一番思い切って言ったりあるよねそうなんです何も気にせずできるので本当なんかさちょっと あのこれ挑戦してみようかなみたいな歌でもさ失敗してもそうなんですよなんか歌えるからいいよねすごくなんか待ってちょっとなんかあ難しいだって難しい難しいですよね多分五五一の肉まん食べたいとかも肉まんじゃないたまんだあれ自信自信ですね自信ですけど自信ですけど自信ですけど続けとりあえず続けますとりあえず続けます 大きいですねまだ入れてますねすえ結構大きいですね,そうですね皆さん大丈夫ですか皆さんの地域ちょっと想像以上に大きくてちょっと続けますとかでテンションの良い,いのがこれはっていう大丈夫ですかまだ入れてますよねすごい入れてる大丈夫ですかね大丈夫かなちょっと大丈夫そう大丈夫そうというお話が来たのでじゃあ大丈夫ということでとりあえず続けましょうかそうですね,そうですね うんうん、もう出身地の方もいらっしゃるんですね。そうですねああ。やったやった。バカセンター確定か。ああそうなんで私どなんだろうね<ん> <laughs> そうなんですよなんか私でもね私キャラがあんまり。<laughs> え ない。あ、いやでもでもただこのただ謎解きって頭が硬いというかその結構頭がいい人はゲットに解けないんですようん、うん。え、そうなんです。性格派で考える <laughs> とか言って、<laughs> とか言って。た <laughs> だ頭がいいんだと思いますい。いやいやいや。そう<の>なんでし私なんかすごい謎解きし人がバカって言ってみたいな。そうじゃないです。<laughs> そうわかんないですよ。<笑><笑>じゃあじゃじゃ次の質問いきます、はい。はいお願いします。じゃあ、うん、どうしようかな。じゃミスの好きな、はい、食べ物。 を教えてください。食べ物がですね。私チョコレートがすごい大好きなんですよ。私も大好きでやもうね、ごめんなさい。私私が話ちゃう。なんかでも本当にチョコ大好き。美味しいですよね。めっちゃ好きなんですよ。え、なんか何のチョコが好きとかありますか？私森永のダースを今三四年連続食べつ毎日食べてるんですよ。毎日食べてます。これ記録です。一箱。あのダース一箱で本当に少しだがたまっちゃうと一日一箱いったりするんですけど。 やばいねミルクチョコレ、ミルクチョコなんですよ。動かないと太るのでちょっと頑張ってます。そうです。そうチョコ太るんですよ。そうなんですよ。に太って。そう。私ね、ガルボが好きです。あ、美味しいですよ。ねあの味が結構出るじゃないですかガルボって。そう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 。濃くてね。すごく美味しい。分かりましたチョコ大好き。ね。チョコえあとなんか他におすすめとかありますか？おすすめチョコのですか？チョコのす。チョコのす。す。あ最近あのメイのハイミルク。 あの、板チョコもあるんですけど、四角いブロック状の。ブロックのパックの、パックの売ってて、それも結構美味しくて好きです。そうなんだ。一口サイズだから、食べやすい。そうなんですね。なんかさ、疲れた時とか、私なんか、これから頑張ろうっていう時とかに、チョコをよく食べる。あ、わかります。すごい、ね、なんだろ頑張り時。そう、キットカットのさ、棒のやつとか知ってますか。棒のやつ、あ、なんか一本。バーみたいなやつ。そう、そう、そう、みたいなやつ、あれとかも、よくね。 こう気合い入れなきゃっていう時の前に一本食べて。すごい、もうガリガリ、そのガリガリ。そう、チョコね、食べると本当に。いい、なんよね、パワー出るよね。まあ、でも、そうそうそう、そんな感じで。チョコ。いいですね。いいです共通点、やった共通点、二個目。二個目。じゃあ。なんでしょうかね。うん、どうしようかな。じゃ、嫌いな食べ物は。嫌いな食べ物。 逆にだから苦いのとか辛いのとか苦手なんですよ。そうなんだ。そうなんです。なキムチ鍋とかはちょっと別なんですけど、なんか韓国料理とかって結構辛いものが多くて、だからあんまり食べれないんですへー。私辛いのは大好きなんで。あ、でも確かに好きそうです本当ですか？そう。大好き。超好き。そうカレーとかも甘口以外と。あ、そうなんだ。え中辛も食べま中辛もあんまりちょっと辛いよってなっちゃうんですよ。 可愛いですねいやいやいや、お子様そうなんですそうですね。じゃあ、どうしようかなちょっと待って、コメント来てますかねあ、なんか今日コメント多いですよありがたいですミスのおかげです。っありがとう、みんな見てくれてありがとうございますこれからもよろしくお願いします地震止まったあ、地震止まったよかったナナホリンは甘党だよねあ、甘党なんですそう、結構甘党ですねミス、チョコの食べ過ぎに気をつけてね気をつけます よく言われるんですけど気をつけます。取りやすいしね。あとねニキビができちゃうんですよ私食べ過ぎる。そう。だからそれがね気をつけないと。そうたちょっとね整備しないといけない。どうしても甘ま食べたくなったらもうチョコじゃない別ので摂取するしかないですね。感じでじゃあどうしようかな。えもうね聞きたいこといっぱいありすぎて逆にわかんない初めましてじゃあそうです。今日今日始めましてなんです。すごいさっき意外とねあんまり喋って んんそうですね私 <laughs> もこれ読まなきゃ, <laughs> ゃないかなかったのでこの時のためにって思ってたあでじゃあ、はい、なんでこのシーサイドイメージガールになろうと思ったか。おそうですね私なんかこの、ま 活動をしてるんですけど、うん、ま,あまず自分にあんまできることがない特技、うん、事項なしみたいな感じで、うん、あんまないのでいろんなことに挑戦したいなって思って応募したのと、うん、私昔から結構お台場に遊びに来ることがちょくちょくあって、うん、お台場みたいなな街好きなんですよ、ねうん、開放感が、うん、そうですねそれも踏まえてそしたらこの新査でイメージがあるんだったらそういうの伝えられるし、うん、自分も。 しもっと知れるなと思って、いいお得だお得お得じゃないですけど、どんどん広げていけたらいいなとか。へえ。実はこれ去年も私応募してるんですよ。そうなんですか。去年はちょっとダメだったんですけど、今年は見事ありがとうございます。よかった。私も私もじゃないなんだっけ。そうそうそう。お題は本当来るよ。あ、そうですよね。この放送イがなったら。あ、本当に来ます。あ、めっちゃ楽しいです。なんか本当に。 なんかお店とかいっつもいっつもじゃないけど帰りに寄ったりとかしてるしいいですね今日のゆりかもに乗ってきた時とかにあそこ行きたいみたいなとかそうそうぜひぜひなんかちょっと時間の前に早く目に来たりとかそうそうそうこの1年でお台場何回来たんだろうって思うそうですね数えたらそうなんか普通に週3で来てる時とかそうあって。 通算で来てたらもうほぼ半分ですよね。なんだろう私もお台場結構家近いんですあそうなんですかだから普通にプライベートで遊びに来たりとかもあるし夏休みとかそれも合わせたらすごい3回とか来てる期間もありますごいそんな感じでお台場だらけだたくさん魅力があるのでねぜひぜひぜひ皆さんもお台場来てください。 伝えていってください。伝えたいです。<laughs> <laughs> いいところ、ね、え、アイドルの活動は、はい、いつからしてるんですか？あ、でも今のそのグループに所属したのは今年の4月なんです。そうなんです,そんです、ね。それまではのフリーというか、間のオーディションを受けたりとかして、ちょいちょいという活動をしてたんですけど。そう,そうなんです。そうなんです。え、アイドルデビューはいつですか？アイドルデビューは4月ですか？<う>あ、活動はい。 ももととさっきも言ったんですけど脱出ゲームっていうイベントの公演をしてたのでライブ活動してるグループじゃなかったんですイベントを作るのが主な活動みたいなグループだったんですけど5月からライブがこの活動グループで始まって。 私が初めてステージに立ったのは多分7月とかですあ、そうなんです意外と最近なんですそうなんです全然半年前ぐらいなんですまだそうなんなそうなんですよ早かったあっという間に過ぎました私いいですねそれで今年あのお台場でやってた東京アイドルフェスティバルさんって分かりますかでっかいイベントめっちゃいろんな三井岩みたいな感じ出たんです私たちもだからそこを通るたびに そこは今は駐車場だけどステージっぽいあったけど駐車場だなみたいなえ、あれですよね AQE のあ、エッジ GT さんとかも来てましたなんかサッスとかやってましたへーすごいですねかたまたまでさせてもらっちゃったんですけど見に行けばよかったあ、ほんですかそういうのも含めてお台場はすごい思い入れがある町だなとそれはすごいですすごいですすごいすごいへーいいですぜひ見に行きたいですねなんかじゃあはい ミスの中身をもっと知ろうと<身>いうことで <laughs> 知ろうということでじゃあミスの長所短所、はい、まあアピールポイントとかも含めてあればあれ教えてくださいえととりあえず短所はうん。 ちょっとあの捨てくされやすいんですよ。え何です <laughs> 面白いね。私末っ子なんで、やりきれない末っ子なんですよ。うんまあ、上に三人いるので、うん、あのやっぱ甘やかされて育った傾向があるので、なん,でなんかちょっと思い通りにいかないともういいみたいな。<ー> <laughs> 拗ねるんですよ。そうなんだ。可愛い,いじゃないですか、ね。<laughs> 厄介ですか。捨てくされる。そ <laughs> <laughs> うなんですか。結構そうですね。なんか長所と短所結構こうなんか。 私んか言葉を変えていいふうに言うと何事にも結構1個に対して真面目に考えちゃうんですよだから1、まあ、個に対して真面目に考えられるって言葉にすればすごい長所だと思うんですけど1歩間違えてただただ病んでずっとへこんで考えてるみたいな<ー>なんですがなんか考え続けちゃうんですよえでもなんか。 よく,かりますよくなんかこうふとしたん間にもうんか考え始めて,てそうそうなんで,すでもなんか私多分考えてる考えてるように見えないのかもしれない,考え,えない考えてるように見られない結構そうなんですけど,どでも私結構何でもすぐ考えてるんですよ、ね、1個もうこれに出してなんかにまあそれでこう 落ちる時もあるし、あ<ー>まあ、それは落ちたり上がったり、それはいろいろあるんですけど。はい、とにかく、考えちゃうのよく。そうです、ね。やっぱ考えますよね。<う>やっぱり。なんか、例えば、一個の行動する時にも、はい、パってすぐできなくて。あ、考えてからいかれた。だから、結構ね。なるほど。そう、慎重になっちゃう。 あは、てか、私の話どうでもいい。私も、どうでもいい。行動は私、あれですね、結構、なんか、すごい時と場合によるんですけど、決めたら、めちゃくちゃ早いか。ただただ四十歳になるかっていう。どっちかです。でも、なんか、行動力、手あった方がいいです。まあ、そうですよね、やっぱり、せっかくだし、せっかくだし。せっかく。せっかくだし。ねそうですよね、私も。私もね、この二三年で、すごく行動力の大事さって、なんか思い知ったかも。 そうですよねあの時これやってればみたいなあそうやらなくてそうなんか後悔しちゃうみたいなそれなら失敗してもやった方がいいかなみたいなねっほら真面目になっちゃうじゃあ何だろうじゃあんか何だろうなさっき趣味とか特技埋ってもらったんだけど長所とかともちょっとかぶっちゃうかもしれないんですけど ミスのなんかアピールポイントっていうか、アピールポイントイメージがあるとしてこういうとこ出していきたいみたいなとこ出して行きたいところとかありますか？私これ自覚あんまりしてないというか意識してるわけじゃないんですけど、なんでか何してても一生懸命だねって言われるんですよ。そうなの？全然意識してないんですけど、だからなんか私その今のグループではなんか一生懸命キャラみたいな何しても一生懸命って言われるんですよ。だからシーサイドガールの方でもイメージガールの方でも。 あなんかあの子一生懸命だなって思ってもらえるくらいそれはえでもすごい今見てても思います本当ですかすごくなんかうんいい人そう人そう人そうまだ疑いがあるすいませんいや全然大丈ですまあそういう感じでなんかなんかすごい素直あそう本当ですかあやった感情なんだろういい意味で 表にちゃんと出せる感じ。やった。そう。な気がする。明るい感じだし。すごい。うん、可愛い。可愛い。一生懸命頑張ります。なんだろう。あと、じゃあ、あ、じゃ、そうだ。あと、さっきちょっと聞くのを忘れてしまったんですけど。東京タワーで。あ。お昼目。お昼目。したじゃないですか。はい。なんか感想とか。周りの。 周りのなんだろう雰囲気とか思ったこととかあればあの日なんかそう呼,ば呼んで頂い,いて、うん、あのたまたま最初の面接受けた時に集まった子がいたりとかして「あ<ー>あの時の子だ」みたいな、うんあ「なんか選ばれたね」とかいう話をしてた時にでもなんかそのファイナリストさんの皆さんってやった時に「うん、あれこれもしかしてもう1個選考あるのかな?」って思って言葉的に「であれ 私受かったと思ったらまだ受かってないのかもしれないとあそこの場でまさにここ私呼ばれないのかな絞られる今いるところから5人ぐらいが呼ばれるみたいなことう私ポツンってなったらどうしようってちょっと思ってたんですけど見事皆さん名前呼んでもらえてあよかった選ばれた選ばれたと思ってあんまりオーディションに受かったことがないのでそうなんですかそんなたくさん受かるもんじゃないですか そうですよ大すぎてもちょっとそうですよね勝ったらもうそれはもうマシぐらいですなんかえどんな服着てましたなんか私見たんですよユーストリームあ本当ですか私ああれですユニオンジャックえイギリスそうですああやそうですかなんかそこで初めて今見た時にあイギリスの子かなって思って思ってたんですよインパクト大丈夫なんかいやなんかいやいやなんかその ユーストリームちょっと見たんです。よその日のちょっと J 四期言ってたからちょっと気になってみたんです。ありがとうございます。あのそしたらなんか結構 J 四期の子ってお嬢様っぽい。そうなんですよ。あの服装がお姉さんみたいなファッションが多くて、私あの日本当にコート脱ぎたくなかったんですよ。みんなが先に出て脱いで、私脱いだら変な顔見せるんですけど。でもなんかだから。 すごいなんだろう喋り方とかもおしとやかっていうかすごいなんかおとなしそうな感じの子が多いなって思って、ね、服装とかも結構そういう感じだったし、そうですね。だから逆にすごい目立つ。<laughs> うんすごいね。なんか一人が変でしたよ、ね。いや全然全然,全然なんかあこの子元気そうな子元気っていうかそういう感じの子なのかなって思ってました。<laughs> お嬢様似合わないんでもういやいや全然そのほかに自分に似合う格好の <laughs> あいいですあ,ありがとうございます。うん、よかった。すごい そうだからそれで印象に残ってました私も印象残るのいいことだと思うんですごいありがとうイギリスイギリスねめっちゃインパクトありますもんねすごく覚えて確かにちょっと目立ったぐらいかなと思ってあれだったんですけどまさかここまで覚えてもらえるとは全然すごい覚えた良かったイかったですそうそうそうじゃあはいなんだろうちょっと待ってくださいねなんだろうね何をじゃあはい。 将来すごい重くなっちゃう <laughs> 重くなっちゃうんですけどど、はい、どんなうういう感じどういう何を目指してますかああ将来、うん、でもゆくゆくはできたら私モデルさんとかの方向に進みたいなとちょっと思ったりもしてもちろん歌を続けられたらそれはすごくいいんですけどまあ芸能生活をゆ,ゆく長く続けていきたいなとそうですね思いますね。えーえ歌 歌とかダンスはずっとやってたんですか？はい、高校生とかやってない。私バスケ部だったんですよ、えー、ずっと。えじゃあそのアイドル活動で初めて歌ダンスは始めたの？そうですね。初めてです。すいすね。やいやいや。体育祭で踊ったりとかは好きだったんですけど、<ー>本格的には初めて。中高バスケ部ですか？あもう小学校から小中高とやってました。えー、じゃあバリバリですね。バリバリでした。私はダンス。 ずっとやってたの。そうなんですね。う、はい、あ、やましいです。そう、いいダンスはちょ、ちょっとならできます。<ー>でも、歌は。あ、できま。あ、本です <laughs> ダンスできると、それかっこよくないですかそう、そうですね。なんか、やっぱ、私も。ジャンルは結構、いろんなのやったので、うん。かっこいい人いっぱい見ました。<laughs> そうですね。した <laughs> うん、でも、アイドル、どうなんだろうね。でも、アイドルでも、やっぱダンス。 うまいと、すごい、うかれるかもしれない。自分がやってたからっていうのもあるのかもしれないですけど。結構ね、そういうの見ちゃう。う。なるほど。歌は、歌は。歌わかんないけど。アイドルさんって歌はそんなに。そうで実際、なんかちょっと。そうです。なんか、でも、あれですよね。いっぱいいるじゃないですか、今アイドル。だから。なんか、目立つ何かがないと。 そう普通に歌った踊って可愛いだけだといっぱいいるので、そうなんかさ可愛いだけだといっぱいいるからそれプラスなプラス何かアルファみたいなのがないとなんかなんだろうね。それなえなんかありますか？自分のグループ。はうちは多分謎ですね。あ謎。頭を使うってへえ。面白い。ちょっと余ったコメントちょっと見ます。え七号は将来お嫁さんかってきて。 お嫁さんですか。でもそうですね、最終的にはそうです。あ、最終的にはそうです。最終的にミスが一番お披露目会で目立ってたね、すぐ名前と顔を覚えた。本当ですか。ありがとうございます。すごい。嬉しいです。ねいらっしゃってたってことですか。福友さんは。多分いらっしゃってた。ありがとうございます。やった。大正解だ。覚え、てもらえるってすごく。 嬉しいこう嬉しいですね本当になんか私多分覚えてもらえない人だったと思いますえ本当ですか,そうなんかねいやいやいや,いや私なんかなんだろうあんま別に目立つないからな <laughs>、えー、そうそうそうだからすごく「夢ガは個性が広いから番組などで個性をオピールするのが大事」<laughs> そうです 素直さと元気さをどんどんアピールしていってください。<laughs> 考えいきたいと思います。うん、なんかおとなしくおそうなの。そうですね。おとなしくの方々、うん、結構。 七は取ろそうだよね。私ね、でもバスケ、うん、取ろう取ろうです。なんかバスケとか超下手くそです。あ、そうなんです。あもバスケあの初心者で上手い人って逆にすごいなって私思うんですよ。私やってなかったら絶対上手くないですもん。なんかね、球技とか超ダメ。あ、そうなんです。そう、あの笑われちゃうレベル。笑われちゃう。そう、笑われちゃう。私サッカー苦手なんですよ。え、そうなんです。手使っちゃいけないから。 あ、そっか、なんで食べたいってなっちゃうんですよなんか、そうですね私もえ運動じゃ全体的には得意ですか結構得意な方ではあり得意そうあ、本当ですか得意そう得意でしたなんか、このポニーテールの感じとか元気アピールですすごく得意そう私、ダメなんですよねお勉強ができそうな感じですいや、勉強、お勉強どうなんだろうでも運動よりはどうなんだろうんでも なんだろうなえでもね運動も飛び箱とかならまあまあであ飛び箱一人でやるやつならできるこ個人プレイみたいな個人プレイならけ構なんかねマットとかあそうそういう体操系ですねちょっと地味地味なこういう転がりやすくならできるいや大好きテニスとかできないあテニステニスはギリギリできたんですけどやっぱでも手を使いたくなっちゃうあそっかそっかそうですよねダメなんですうずいちゃって。 も特徴あったからすぐ覚えましたよって「おありがとうございます」っうですねなんかやっぱりいっぱいたくさん夢がメがだって1年に10人とか十何人いるじゃないですかその中でいっぱいいるから女の子いっぱいいるからどう目立つかっていうところを考えたらとすね出していかないとダメですね。 ね、じゃあこれから十四期頑張ってください。ありがとうございよろしくお願いします。私、あ、でもどうなんだろう。どうですか会いたいです。なんか私、私もなんか来月とかもちょいちょい出るんで。あ、まだ。そうですね。そうですね。一回も会えればいいですね。そうですね。んな感じね。じゃあミス頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。ということで。 イメージがあるの、はい、コーナーでした締めが締め <laughs> そうですねもうというわけで早いですよ早いです、ね、もう52分ですもう分ですか番組の終了時間も迫ってき、はい、ました早いですねはいそれではここで明日の東京パワー TV の案内を私からしたいと思います15時から高知県観光特使エコアイドルハチキンガールズのライブをお送りします11時からは サンングラララスとランドランドセルがトレードマーママクののリアのライブをお送りしますそして19時からはゴスペルコーラス,ス,ルーラスグループのザ・ボイスズ・オブ・ジャパンの皆さんによる素敵なライブをお届けします公開生放送ですのでぜひ東京タワーへお越しください観覧は無料ですが大展望台への入場料が必要となりますのでご了承くださいそして今日はこのあと19時から お台場リンボー花火がやる予定なのですが、天気はどうなんでしょうね今。天気は,現在,天気は現在のお台場の天気。現在のお台場の天気微妙ですね。なんか先ほどちょっと雨降ってたんですけど、ね、まあ天候の都合で中止になってしまうこともあるのですが、うん、えっといや何行 <laughs> すいません行われた場合は <laughs> えっと東京タワーから。 ユ、えーストリームの東京タワー TV サタデーで中継を行っていますので10分間19時からもしよければ見てくださいはい、はいはい、今日はどうでしたかいやあっという間ででしたね,ねもうね1時間長いねとかさっき言ってましたけど、はい、そうですけどありがとうございます昨日この時間過ごせていただきましたなんかすいませんこんな使わない指名とこんな感じでもいい感じいや,いやいやいや本当に。<laughs> ね楽しかった楽しかったです私もなんか初の十四期のとお仕事ということで私もちょっと緊張してたしなんか初めての後輩というか年齢は上なんですけど言わないででもねすごく嬉しいし楽しかったですはいはいじゃあねこれから一年間そうですね。 頑張ってください,、はい。ありがとうございます。はい。頑張ります。それでは、はい、そろそろはい締めましょうか。ということで本日のお相手は第十三期シーサイドイメージガールの宮本奈々穂と、はい、第十四期シーサイドイメージガールのママイミスズでした。はい。皆さん、はい、良い週末を来週もよろしくお願いします。お願いします。バイバイ。バイバイ。バイバ